はい、どうもひろです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。久しぶりのアンザさんご登場でございます。はい、どうもひろチャンネルをご覧の皆様、アシスタントのアンザでございます。ごきげんよう。ワンマン終わって、はい、初めて会いますけど、どうでした？たくさんの方にお越しいただき、そしてなんと配信の方でもですね、本当たくさんの方見ていただいて、すごい感謝感謝だったんですけど、配信で、1曲目までがちょっと音のトラブルがあったみたいで、申し訳ございませんでございました。生なのでね、ちょっとこういうトラブルっていうのはつきものなんですけども、今後ね、こういうことがないように精進していきたいと思いますので、私ごとなんですけどね、今年の初めにですね、首のヘルニアを実はちょっとやってしまいまして。首振りすぎじゃないですか？いや、なんかそれだけではない、ヘドバンとかそういうことだけではなくて、そのちょっとその日頃のそのストレスだったりっていうところから、なんか結構今年に入ってストレスが首にきました。やっぱちょっとコロナとかいろんなんで、なんかやっぱりその緊張状態だったり不安状態っていうのが続いてですね、その首、やっぱ結構ヘルニアになる方今年多かったみたいで、私だけに限らず女性の方が結構やっぱ多いみたいで、出歩くこともあまりできなかった状態がずっとここ1年続いたでしょ。で、なんか家の中でこう縮こまってたというか、なんかそういう状態の中でね、そう縮こまってたんですか？別に縮こまってたじゃないですけど長年こう染みついたヘッドバンギングやれないのはちょっともどかしかったですね。でもやっぱ知らずのうちに首は動かしてましたね、見直すと。まあね、それは動かすなっていう方が無理でしょう。無理ですね。まあ首にね、気を使いながら、また次のライブがやってきますから。そうなんです。8月です。8月のこのライブもね、主催者のデスクが心配ではございますけど、体調がちょっと。なんかありました？腸の方が大変だったみたいで。デスさんアニサキスでしょ、あれ。いや、そうじゃないと思いますけど。なんか海鮮のうまいもんばっかり食ってるから。何、線虫、海虫とか。いやいや、そんなことで勝手なことばかり言わないでください。病虫ですか？いや、そんなことはないですよ。いっぱい入っちゃったんですか？いや、そんなことはないですよ。あんな美味しいね、なんか海鮮丼毎回食べて羨ましいがってありますけれども、まあそんなね、デスクのイベントに今年も、ワールドフロンティアプレゼンツサウンドオブデスにね、またヘッドプレジデント2021年も参加させていただきます。ありがとうございます。いつもデスクの方と呼んでいただいて。仙台というところはなんか我々もなんかそのパワーをいただける場所ではありますので、少しでも仙台の皆さんにいい音楽、いいステージを見せられればなという思いで、行かせていただくわけではございますけれども。デスさんが倒れた時はどうなるかと思いましたよ。ライブがなくなっちゃうんじゃないかななんて思ったけど、やっぱりさすが不死身の男ですね。いや、やるときはやるんですよ、あの人も。何度もね、危機から這い上がってくるタフな男だと思います。またそれがね、またね、ギターの音色にまた熱さされるんだとは思いますけど。今回のサウンドオブデス80、ボリューム85ということで、85回、その記念すべきまた85回目にヘッドオンプレジデントね、出させていただきます。2021年8月の28日土曜日、場所は仙台若菜さんでございます。こんな感じでですね、チラシがなんか出来上がってきたというお知らせをデスクからいただいて、毎回かっこいいのありがとうございます。はい、今回はまた3バンドということでですね、ヘッドオンプレジデント、もうタイムテーブルがどうやら概要欄にもう発表になってるみたいですけれども、はい、たっぷり時間またいただいております、はい、で今回もですね、これあれなんですよ、なんだ、配信チケットがまた発売、ツイキャスの方で配信もやるみたいなので、ぜひともね、仙台には来れないけど、このサウンドオブデスのイベントを見たいという方、ぜひぜひいろんな地方からも見ていただければと思います。我々のライブだけではなく、もちろんこのサウンドオブデスのイベントを楽しんでいただきたいので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということでですね、概要欄に情報貼っておきますんでね、はい、バンドの新作の T シャツとか、はい、新作の T シャツ、新しいグッズもたくさん、はい、持っていきます、ね、そしてヒロさんのサードアルバム、オープンワールドも、前回7月の16日、こちらでございます。7月16日からね、会場では発売で、ね、持っていきますからね、はい、ぜひぜひ。でヒロさんね、これこの T シャツも、 T シャツも持っていきますから、デッサンXXL 作りますので買ってくださいね。
1枚だけ発注しました。それはデスクのためにですか？デッサン用です。なんかそれ強制的に買わせる感じ、嫌な感じですね。いやもう毎回買ってくれてるので今回も買ってくれるだろうと思って、もう発注済みですので、このボディは。いやでもね、S サイズの4倍ぐらいの生地があるのでまあ、そうだな、 T シャツがちょっとやっぱり4倍高くなるんですけど、それ買わないよねそれちょっと詐欺じゃないですか。何言ってるんですか、やめてくださいよ。生地が4倍ですよ。そんなこと関係ないですよ。なんで S サイズと同じなんですか。いやそれはね、あなたが毎回 S サイズの人怒るでしょう。いや怒んないです。怒んない、全然怒んないと思いますけど。わかりました、はい、こちらの CD はアンザさんに差し上げます。ようやく、ね、中の写真、ヒロさん、ね、これせっかくなんで、これ私の写真はこれどこに使われたんですか。あ、ここです。中全部です、ね、ちょっと皆さん、え、これ何、これちょっといいですか。いいです。あ、これちょっと硬いから、ちょっと私の iPhone で撮ったやつでこれ使っていただいたってことですか。いや皆さん、こちらちょっと遠くで、ちなみにこの写真、実は私が撮影の時にお手伝い行った時に何人撮ってた写真なんですよ。ロケハン行った時に安山ね、そうなんですか、iPhone で試しに撮ってくれたやつで、すごい良かったんで。いやこれまさか私のフォトデビューでございます。そうです、そうです。だから安山さんね、フォトグラファーとして本当ですね、クレジットがやばいですね。まあでも本当に皆さん、まだまだ絶賛発売中でございますので、はい、ヒロさんのヒロストアーズがですね、はい、オンラインでも発売しておりますので、セットでもまだ売ってるんですかね。あ、売ってますよ。ぜひぜひよろしくお願いいたしますね、はい、概要欄に貼っておきますので。はい、来月仙台行きますよというね、はい、ご案内させていただきました、はい、アシスタント安座さんでした、はい、どうもどうも、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回で会いましょう。バイバイ。